円建ての金価格の推移ですね、こちらの方から確認してみるとこのような形になっていまして、こちらはですね、田中貴金属工業さんの年間平均の金価格推移ですね、こちらをグラフにしたものになるんですけれども、昨年はですね、年間平均で8000円近くになってきていまして、今年はというとですね、こんな感じで9000を超えて推移してきていまして、年間平均でももしかしたら9000を超えて1万円に迫るような価格になっていくかもしれませんという状況ですね。こんな感じになっていまして、推移を確認してみますとですね、1000円だったところ、2000年ですね、2000年の頃は1000円だったんですけれども、それがですね、9500円ぐらいですね、今現在としてはこのぐらいの金額まで来ていまして、約10倍になってきているということですね。ですので2000年に金を購入して持っているだけでですね、10倍ぐらいになっているっていう価格推移になっていまして、円建ての金価格っていうのはこの20年以上ですね、一本調子で上がってきているような状況になってますということですね。で、ここまでなぜ強いのかっていうことですね。なぜ強いのかっていうことを考えていってみましょう。円建て金価格の方程式を確認してみると、ドル建ての金価格ですね。ドル建てでの金価格がありまして、それにかけるドル円レートですね。ドル円レートをかけて 1×2 で導き出された価格に対してですね、 31.1035 というこの数字をですね、割っていくということですね。ドル建てがですね、1トロイオンスという単位になっていて、円建ての金価格についてはグラム換算しているので 31.1035 で割っているという計算式になっています。で、ここにですね、消費税など経費をオンしていって、金価格が決まっているということですね。こんな感じの方程式になっていますので、なぜ強いのかというとですね、ドル建ての金価格が上昇してきているということと、円安の進行ですね。この2つが合わさっているからこそ強いと。いうことになると思います。じゃあそれぞれですね、どんな感じなのかを見ていくと、ドル建ての金価格推移はこのような形になっていまして、1999年ですね、2000年の少し前のところでは250ドルですね、1トルイオンスあたり250ドルだったところから、直近ではですね、2000ドルに迫る勢いになってきていますと。まあ、2000ドルのところでですね、頭を打って、そこからなかなか上抜けしていかないにしてもですね、250ドルから2000ドルということで、ここ20年でですね、8倍ぐらいになってきているということですね。短期的にはですね、上下度あるにしても、長期的な動きとしてはですね、一貫して上がってきているというのが、ここ最近の動きになっています。で、ドル円のレートの推移についても確認してみると、こちらの方はですね、2010年の頃はですね、75円ということで、1ドル75円という時代があったんですけれども、そこからですね、ここ10年ぐらいは一貫して円安方向に動いてきていまして、直近ではですね、140円ぐらいになってきているということで、約2倍ですね。2倍円安になってきていると。2000年の頃はですね、133円っていう価格だったんですけれども、そこと比べるとですね、今の価格っていうのは少し円安に進んだっていう感じになっているので、2000年を基準にすると円安の寄与度っていうのは少ないんですけれども、2010年ぐらいから考えていくと、円安の方に約2倍ぐらい進んできているということですね。こんな感じの時間軸のずれはありますということですね。で、今後はですね、これまでの価格推移としてはこのような形になっていますけれども、今後はどういう推移になっていくのかっていうことを考えていく
とですね、インフレが進行している足元の状況であるとか、金融政策ですね、金融政策によってどのような動きになっていくのかっていうことを考えていってみましょう。まずはですね、インフレが進行中ということって、総務省が出している消費者物価指数の直近のデータですね、5ヶ月分を確認してみるとこのような形になっていて、下の方にグラフがあるように、今年の動きっていうのは今までよりも上の方に来ていると。で、こちらの右肩上がりなのがですね、2022年のデータになるんですけれども、このように右肩上がりで物価が上がってきている中で、今年に入ってですね、104%から105%という形で物価上昇が進んできていると。で、総合指数以外にもですね、生鮮食品を除く総合指数であるとか、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数っていうものがあるんですけれども、2023年の動きとしてはですね、いずれの指数についても上昇傾向にありますということですね。ですので、日本で今現在ですね、インフレが進行中であるっていうことは間違いのない事実なんですけれども、インフレになるとですね、1000円で買えていたものが1100円かかるっていうのがインフレ状態っていうことになるんですけれども、つまりですね、預金しておくだけだと価値が下がっていく。1年後、2年後、3年後と預金を置いておくだけであればですね、その預金、例えば100万円あるとして、100万円で買える総量っていうものが、どんどんと減っていくっていう形で、価値がどんどん減っていくというのがインフレの怖いところになるんですけれども、だから金を買っておこうというふうに行動し始めている人が徐々に増えてきている。まあ金に対する需要が増えてきているからこそ、金価格自体もですね、底堅く推移しているのかなということですね。これに対してですね、日銀の金融政策としてはですね、このような形になっていまして、直近の金融政策決定会合で大規模金融緩和政策の維持を決定していますということですね。足元を 4% から 5% の消費者物価指数の上昇があるんですけれども、日銀としてはですね、これは一時的だというふうに見なしていて、年後半には下がってくるんじゃないかっていうふうに考えているということですね。ですので大規模金融緩和を今解除する時期ではないというふうに考えてですね、そういうふうに合意をしているということですね。で、これに対してですね、アメリカですね、アメリカの中央銀行である FRB の金融政策としてはですね、このような形になっていまして、利上げを見送りという決定が直近ではなされているんですけれども、年内にあと2回ぐらいは利上げするんじゃないかという想定がされている状況になっています。で、どのぐらいの金利水準なのかというと、この記事で確認すると、5% から 5.25% の幅を維持している状況で、ここからですね、さらに 0.25% かける2回なのか、0.5% かける1回なのかはわからないですけれども、もう少し上がっていくことが予想されているという状況ですね。日本はですね、イールドカーブコントロールといってですね、マイナス 0.5% から 0.5% の範囲内で金利を維持していこうというふうに考えてやっているんですけれども、これに対してですね、FRB の方は 5% を超える水準の金利が設定されている状況になっていて、アメリカの国債で運用した方が日本国債で運用するよりも利益が見込めるということで、日本からアメリカの方に資金がですね、流出しているということで、円安の方向にですね、動きやすい状況になっているということですね。足元の状況としてはこのような形になっていて、
円建ての金価格が上昇し続けている状況がこれからも続きそうな状況なのかなというふうに考えています。で、逆にですね、円建ての金価格が下落するならと、下落するケースをちょっと考えてみようと思うんですけれども、ドルがめちゃめちゃ強くなるということですね。ドルがめちゃめちゃ強くなることによって、ドル建ての金価格っていうものが2000ドルだったところから1000ドルとか800ドルとか、そういう形でどんどんと下がっていくことによって、円建ての金価格っていうものは下落、必然的に下落していくということですね。これに加えてですね、それ以上に日本円が強いということですね。ドルが強い以上に日本円が強いということは、円高の方向に向かうということになりますので、円高になっていくとですね、ドル建ての金価格を日本円に換算するときにそれだけ安くなっていきますので、こういう状況になるとですね、円建ての金価格っていうのは下落するということなんですけれども、実際にですね、こんなことが起こるのかっていうことですね。今の状況を見るとですね、なかなかそういうイメージがしづらい状況ではあるんですけれども、実際にそういう状況だったことが過去にありまして、1980年ぐらいから2000年ぐらいまでですね、一貫して円建ての金価格っていうのは下落し続けていて、今お伝えしたような環境がですね、その当時は実現できていたということですね。この1980年ぐらいから2000年ぐらいまでの20年間の経済状況ですね、日本とアメリカの関係性も含めての経済状況っていうものが再現できるとですね、円建ての金価格っていうのは下落する可能性はあるんですけれども、なかなかですね、今の日本を見ていると弱くなっていく一方だなっていうふうに残念ながら感じてしまうところはありますので、果たしてですね、円建ての金価格が下落するトレンドが生まれてくるのかどうかですね、その辺は誰にもわからないところではありますけれども、僕の個人的な見解としては、なかなか下がりにくいんじゃないかなというふうに感じているところになります。まとめますとですね、一時期ですね、ドルはかなり強くなっていたんですけれども、最近はですね、巻き戻しが起こっていて、ドルが少し弱くなってきているということですね。で、それにつれてですね、金価格っていうのも上昇傾向が生まれてきつつあるということですね。ただ2000ドルを超えてそれ以上に行くかどうかっていうのは、今後のアメリカ経済の状況次第っていうこともあるということですね。そこが頭になっているということは留意する必要はあるのかなというふうに思ってます。で、それ以上にですね、日本円がかなり弱いと、ドル円のレートっていうものがですね、円が安い、円が弱くなっていくっていう方向に向かっていまして、昨年152円をつけて、そこをマックスに130円弱までですね、円高方向に巻き戻したんですけれども、今年に入ってですね、そこから150円に向けて動き始めてまして、今145円っていうところまで来つつありますので、ここからですね、昨年のようにここを頭にしてですね、円高方向に向かっていけるのかどうかっていうことですね。まあ、介入とかも噂されてますし、絶対にないとは言い切れないところではありますけれども、一本調子でこのままですね、150円超えて160円、170円、180円っていう円安方向に向かうっていうほど円が弱いっていうわけではないかなというふうには思うんですけれども、140円から150円ぐらいのところが平常状態になっていくと、それだけですね、円建ての金価格にとってみるとプラスになってくるのかな
というふうに考えているところになります。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。